ファルコー TV の翼です。今回はゲストとして心の子チャンネルの酒井選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。酒井です。うん、ありがとうございます。酒井選手にフットサルでね、実践で使えるテクニックを紹介してもらおうと思います。今日やっていただくのはちょっと実際に教えないんですけど、はい、ちょっと私がですね、いかんせんテクニックがないというか、まあ、フットサルっていうのはご覧いただいた通りテクニック必要ない競技もあります。バチバチこう行くだけでもいい選手になれるというか、見ていただいたと思います。ちょっと今回テクニックある選手を呼んでますので、ちょっと金田選手に来ていただきました。ありがとうございます。漫才からやったよ。漫才から八冠チャンス歴史背番号9番金田あすまです。お願いしま す。ちなみに町田ゼルビアユースの、はい、アンダー19日本代表選ばれております。あ、19歳、これはキレあるわ。私が29歳です。声だと思えないぐらい一緒に買い物行ってる。それでは実際に教えていきたいと思います。お願いします。フットサルっていうのは、パスがですね、来る前からもう1対1の駆け引きっていうのが始まってますので、ボールが来てから判断するんだとコートが狭いのでちょっと遅れてしまってディフェンスにプレスをかけられてしまうっていうのがありますので、来る前から駆け引きが始まっています。その中で今日はまあ、トンパってよくフットサルで呼ばれてるんですけど、トラップで相手を剥がすような、ものを教えていきたいと思いますので、実際にやっていきましょう。じゃあ行こう。はい、やっていこう。はい、パスするんで、ここからディフェンスがプレッシャーをかけてくるっていうのが最初の問題。そのまま足の上に足を止めちゃうと、このステージで手が触れるところまで行っちゃうと、もう行動範囲が狭くなっちゃうので、例えばその中にポルタっていう動きがあって、トラップでそのまま中に入ってくる。この動きがフットサルでは多く行われているが、パスが動いている間に手で剥がされる。で、次それを表にしてディフェンスが呼んでくると、そうですね、イメージは OK。 ボールの動きがあれか、あとはボールがぴったり止まれば、やるボールは動かさないで、その場か、体だけ重心を1回止めるだけやってみましょう。そうです、ゆっくりやるか、それゆっくりやるか、それ大丈夫ですよ。そう、うまい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 。先にジャンプするって感じか。先にジャンプして、ちょっと体を伸ばす感じ。少し伸ばしたら、おそらく、まだ遅い。もっと下げる感じ。もっと入ってる。そうそうそうよ。もっと伸びてる。体育時間長く。上に飛んでか、沈み込む。
選手の見たいです。ちょっと折り寄せようかな。で、上手い選手だと、これ例えばこれやった後、ここでこうちょっと浮かせると、この足に当たらずに上を越えれるので、っていうのがポイントです。それでは本日はサッカーに使えるフットサルテクニックをやってきました。皆さんぜひ実践してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。心のチャンネル見てね。ありがとうございます。ありがとうございました。